こんにちは、コミーです。今日もセーターを編む動画です。増減なしゾーンに入っておりまして、首のところから編んできて、袖を今休ませて、腕のところを休ませて、胴体だけでぐるぐるっと編むところに入っています。このぐらい、このぐらい、メリヤス部分は今半分、もうすぐ半分ぐらいかなみたいなところですかね。はい、で、さっきちょっと着てみました。分けてすぐ袖は通してみたんですね、肩のところで入るっていうのが分かって、で、胴体のところ少し編んだらちょっと着てみようかなと思っていたんですが、この同じパターンで前に編んだベストと大きさを、この幅の部分をちょっと合わせてみたら、セーターの方が大きいんですよ。で、ベストのは割とぴったりめなサイズになっていて、だからちょっと大きくても大きすぎでもないかなみたいなところで、で、ちょっと不快感は出るかもしれないけど、まあまあ許容範囲じゃないのかなと判断して、編み進めることにしました。はい、でこんな感じです。メリヤスの部分をもう少し編んだ後、ゴム編みみたいな感じですね。で、その後袖を編んでいくっていう流れになりますが、一旦涼しく、朝晩は涼しくなってるけど、昼間結構暑いんですよね。なんか、っていう、暑いくないみたいな、なんかそんな感じがして、ちょっと、体調難しいですよね。まあでも朝晩涼しくなっただけでも、過ごしやすいは過ごしやすいけど、なんかちょっと期待しちゃう、涼しくなってるっていうのを昼間もね、期待しちゃうと、いや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 、暑いよねっていう、そんなので、まあここのところこの何年もなかなか涼しくならない、で気がつくと寒いみたいな、なんかそういうのはこう季節の変わり方としてはありますよね。体がついていかないけど、いかがですか皆さん体調は。まあもうちょっと、まあ気をつけないといけないですね。急に寒くなった時にまた体調崩しやすいでしょうから、その辺気をつけつつということですけど、この付け替え刃針のネジが緩まってしまうっていう話を動画でして、で同じようにね、緩まってしまうという方もコメントいただいたりして、で指サックをはめて締めるっていう方法を教えていただいて、で、今家に指サックがなくて、シリコンでできた鍋つかみみたいのがあるんだけど、ちょっとそれ使ってさっき締めてみたんですけど、もしかして
閉まってるかもみたいな感じがしてます。だからやっぱり閉める力が弱いってことですかね。手で閉めるだけじゃ緩まってきちゃうっていうのは。だからそのゴムサックじゃない指サックして閉めれば滑らないで閉められる。まあ弱い力でもこう割としっかりと閉められるってことですよね。だからそっかと思って、あの指サックを買ってこようと思っています。今後ね、この輪針セット使うのであれば指サックも一緒に置いといたらいいのかなと思っていますが、前回の動画は韓国ドラマの話がメインになってました。で、まあそこで出したタイトル以外にも結構見ているんですけど、まあその辺についてはブログでタイトル上げてたりとかしてます。ウェアを何枚も編めるほど、まあ全部韓国ドラマ見ながらじゃないけど、まあそれだけ編んだんだから結構見たよねみたいなくらい見てて、そこでタイトルも全部あげれたか忘れちゃってるのもあるし、そんなブログを書いております。ラジオをね、ラジコで聞くオールナイトニッポン、深夜のラジオだったりするから、リアルタイムではほとんど聞いてなくて、ラジコで聞く場合には1週間だけ聞けんのかな、課金なしでね使ってるんですけど、放送終了後1週間の間に聞ける。ちょっと違ってたら申し訳ないが、なので毎週聞きたいラジオについてはその次の週の放送までにラジコで聞くみたいな、だいたい翌日聞いてるんですけど、なのでそれを聞く時間もそうだな、家事しながら料理しながらとか何かしながら聞くっていうのがラジオのいいところで、このメリアスだけってなると絵も見れるからドラマだったり見やすいんだけど、料理しながらとかだとラジオとかの方が聞きやすかったりして、だけどその料理の間だけでは聞き終わらなかったりとかすれば、編み物しながら聞くみたいなこともあったりして、なのでラジオを聞く時間とドラマ見る時間とみたいな感じでやってます。ラジオもね、そうやってやってると何個か毎週必ず聞いてるのもあるけど、それ以外に時間があれば聞くみたいなのがあって、優先順位っていうのかな、で今週は聞けなかったとかいう番組もあったりするんですけど、その辺のこう順位付けっていうんだろうか、これ今まで聞いてたけどもう毎週聞けなくなっちゃったとか、そういうのもあったりとかしてめちゃめちゃくだらない話ですけどね、飲み物いきますね。今日の飲み物、ハト麦茶。ハ
と麦茶は夏の間水出しで冷蔵庫に入れてあって飲んでいました。で今日はお湯でホットで入れましたけど、今私の中でブームがダイエットブームっていう言い方があれなんだけど、きっかけはまあその頭痛の予防薬を飲み始めるところで、朝ごはん食べなきゃみたいなのがまあ一つ大きなきっかけだったと思いますが、息子が、100キロ超えの巨漢だっただったんですよ。で、彼が夏くらいからなんかダイエット、最初何だったんだろうな、なんかあんまりダイエットするっていう意気込みではなく、なんかあれ、なんか食べる勢い収まってるねみたいな、そんな感じがしていて、でそこら辺から、まあ、ゆるーくやってみようかなと本人が思ってたみたいで、でもちろんその食べる食事の質みたいなのもこうリクエストしてくる感じ、そのこれ食べるこれは食べないとか、なんかそういうのとかで、でまあそもそもがすごく大きかったからなんだけど、なんかもうスルスルスルっと落ちていったんですよ。もう見た目もわかるぐらいに。だから使用前使用後みたいな、ズボンとかもダボダボになってもう落ちちゃうみたいな、そのぐらいの変化があって、でその食事内容を変えるにあたり、変えた後のっていうのかな、だから今も食べている食事はまあ私がそもそも食べていた感じに近くなった。以前はもっと肉肉しい油切ったやつっていうかな、そういう若者が食べそうな食事内容で、私はそれはもうちょっと同じように食べれないみたいなところがあったんだけど、まあその似たような食事内容になって、まあこっちも楽になるみたいなのはありまして、でへえと思って、でなんかいろいろ調べて、こういうのを食べる、こういうのをこういうバランスでとかやってたのにちょっと感化されたのはありましたね。でもちろん年齢とか性別とか違うから、そのダイエットの仕方は違うなと感じます。だから同じようにはできないんだけど、その彼が調べた、まあ、食事についての情報知識とかはへーみたいな、なんかそういうので私も興味を持って、で自分の場合ならば、自分の年齢とかならばみたいなことで、どういうこう、食事にしていったらいいんだろうとかっていうのを調べたりして、でああそういうのを今までやったことないわと思って、ちょっと私もまあガチでやるってなるとちょっと大変そうだから、ちょっとやってみようかなみたいなくらいな、ちょっと緩めな感じで始めたですよね。でアスケンっていうアプリ結構もう流行ってるんですよね。カロリーとかが計算できるやつで、それをちょっと使い始めたです、無課金で。でそうすると、まあ、簡単にカロリーとか出るんだけど、そのこうするとこう痩せていくみたいな原則にのっとってというか、真似てみるみたいなのをしているんですね。
で、あの体重落ちてます。で、今ぐらいの体重がここ数年の、まあ、あの落ち着いた体重みたいな感じなんですよ。でもここから絞るってあんまりやれてなくて、ここからもうちょっと下げようとすると、体力が格段に落ちるとかがあったんですよね、この数年で。だから簡単にこう落とせなかったりしたんだけど、まあしっかりと食べながら落としていけばもしかしていけんのかなみたいな、なんかそういう実験的な感覚でちょっと今楽しんでたりしてます。PFC バランスって言ってるんですけど、タンパク質と炭水化物と脂質、この3つのバランスを保ちつつ、アンダーカロリーって言ってたかな、動く消費カロリーよりも摂取カロリーを抑えるみたいな。で、それをまあちょっとその摂取カロリー、摂取カロリーはアスケンで出るけど、消費カロリーまではちょっと測ってないんで、適当っちゃ適当なんだけど、PFC バランスのその炭水化物、タンパク質、脂質のバランスがアスケンでわかるんですけどね。なんか最初つけ始めた時に、まあ、タンパク質は私あんま取ってないのは自分で自覚はできてたんだけど、まあそこは取るようにしてみると、なんかね、脂質が取りすぎちゃう。で、別に揚げ物とか炒め物とか油自体を使ってなくても脂質がビョンって出ちゃうみたいなので、最初びっくりして、え、なんで？みたいなだからそもそもの食材にその脂質が入っていて、それが出ちゃってる、と思って。で、そんなことを考えると、じゃあどういうふうに食べていったらいいのかとか、で、そういうのも調べるとわかるんですよね。で、今は本当に本当にたくさん動画が出てます、その痩せるための、知識で。あ、いろんな人がそういう動画出てて、で、全部間違ってないんだろうけど、どれが自分にヒットするのかが多分違うんじゃないかと思うんですよね。対象年齢だったりとか、あと運動する人とか、だからそういうところで自分はどういう食事にしていくといいのかみたいなので見極めていかなきゃいけないんだけど、なんかね、すごいなって思った動画って、で、インスタグラムのリールとかでもあるし、そのちょっとしたタクトレ、家でやるトレーニングみたいなのもたくさんあります、 YouTube のショートとかでも。で、それも真面目にこれを毎日続けますみたいなのはやってないんですよ。そうすると嫌になっちゃうから。だけど、そういうリールだったり、YouTube ショートだったり、ちょっと見て、見ながら、毎日でもないのはやらない日もあるけど、見て、やれる状況ならちょっとやっとくみたいな。で、ストレッチはなるべく朝と夜やるようにはしてるけど、それも、なんか、あ、今日ちょっと起きるの遅かったからちょっとしかできないとか、そんな感じなんですけどね。なんかそんなことをして、体重、まあ、一直線に減ってるわけでもなく、ちょっと戻る時もあったり、減ったり戻ったりなんだけど、でもそう、ここからが
なんかこう初めての挑戦じゃないけど、これ以上痩せれるのかみたいな。だからね、この数年の落ち着いた体重より下げようと思うと、本当小学生ぐらいぶりになっちゃうぐらい、それ以上落ちてた時期はあんまないんです、うん、だから本当にいけんのかなみたいな、そういう感じです、うん、だからそれ以上いけたら大喜びで動画で話すと思いますけどどうなんだろうって。冬だしね、どうだろうな、夏は痩せにくいっていう理論もある。だからそれなら冬の方が体を温めようとするからエネルギーを使うという意味で冬痩せやすいっていう考えもあったりとかするからね、うん、あとはどれだけ動くかだと思うんですけど、ほんとね、編み物なんかこうやって今はもうメリアスだけだから、時間があればとにかくどんどん編めば進むって思うと、ちょっと空き時間ちょっと編んどこちょっと編んどこってなって、すぐ座って編み始めちゃうと全く動かなくなっちゃうんですよね。で、まあ編みながら動けばいいんだろうけど、そうすると、そう、運動したり運動しに行ったりとかしないから、家の中でなるべく動くみたいな心がけているんだけど、こうやって編み物で動かない時間が増えると、うーんってなる。多分体重ちょっとその上がり下がりっていうのはこういうのもリンクしてんだろうなって。編み物がちょうどこうハマって、うん、編みすぎちゃってる時と、あとはこういうところじゃなく編みず文章を読みながら慎重に間違えないように編み進める部分だと、そのちょっとした時間ではできないから、まとまった時間に取り組むみたいにすると、そのちょっと空いた時間はストレッチしようとかちょっとタクトレしようとかになるですよね。だそうなると一日の消費カロリーが変わってくるから、編み物編み物との戦いみたいな、やっぱり同じ姿勢でずっとその動かないじゃないですか、編んでる時って。いやだから本当肩こりがひどくなるっていうのもありますよね。いやこれ本当ダイエットには大敵じゃないけど、うん、編むなら余計にそのストレッチなりを、うん、心がけないとなーって実感してますね。冬になって編み物の時間がもっと増えるだろうし、そうなると本当、うん、気をつけなきゃなと思ってますが、あとそんなことをちょっと今楽しんでるって感じですね。ダイエットを楽しんでいる。なんかいろんなものを食べたいとあんまり思わないから、だいたいこれを食べとけばバランスが整うみたいなことだと、同じようなものばっか食べてんだけど、そういうのもこう調べていくと、レシピがそのダイエットメニューのレシピとかで出てきてたりするから、やりやすいっちゃやりやすいんでしょうね、うん、で食べなんか私が
持っていたダイエットの知識は、まあ若い時には合ってたのかもしれないけど、うん、やっぱりある時からっていうかな、同じようにやっても体重落ちなくなってきたなって感じてたですよね。そうだからやり方変えなきゃいけないんだろうなって思ってたけど、うん、すごい今違う知識、ああ間違ってた私みたいな、そっかそういう考えだとすると今までのやり方ではやっぱ痩せないなと思ったりとかして、うん、面白いなと思って、その仕組みを知るみたいな、こうすれば落ちていく原理、うん、でそれをいかにちゃんとやっていくかみたいな私今課題は、うん、消費カロリーをちゃんと計算できればなみたいな、そのざっくりな自分の感覚でしかやってないから思ってる以上に動いてないと思うんですよね。仕事のある日とない日で全然多分消費カロリー違うから、体重もそれで、すごいわかります仕事がある日の方が落ちているみたいなね、うん、という最近のブームです。はい、でまだまだこれ編むんですけど、トップダウンのウェア編んだことないっていう方のコメントもいただいてました。でまあね、難しくはないと思うけど、初めてやることってやっぱりできるのかしらと思ったりしますよね。私もそういう緊張は強まってしまうタイプだからあれだけど、なんか編んでみようって思える時が多分なんかあると思うんですよ。 100% いけるじゃなくて、ちょっとだけ今までよりもあなんかやってみようって思える瞬間っていうのがなんかのきっかけであったりするんですけど、そのタイミング逃さずちょっとやってみるみたいなことをすると、一歩踏み出しやすいのかと思います。でちゃんと系統買ってとか用意して一個パターン決めてっていうのもありだけど、なんとなくイメージつかむためになんか動画でもありますよね、トップダウンで編むセーターの編み方みたいな、そういうのをこう全部編み切るつもりでもなく、ちょっと編み始めてみると様子がつかめるとかもあるかもしれないですしね、編んでみれるといいですね。はい、ということで今日もセーターを編みました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。